応以前は教えたんです。ちょっと違います。これ小田井さんの頭を切ります。仮にこのぐらいの頭だったら、まずこれ声帯から、声帯でもここまで見えちゃう。もうギリギリだね。ちょっと体ひねる。こう覚えてください。いいか。声帯で、またね、声帯やな。な。声帯でこう抜いて。で、ちょっとだけさやびきしてさやばない。ちょっとだけこすって。で、半身になる。あれな。声帯。声帯で抜いていって、さやばなの瞬間に半身になる。こう考えてください。何でもそう。低いとこやったら、こっちへ。と、これも、声帯で抜いて、で、さやばなれでこうする。皆さんみたいに高い人やったら、これも、声帯で抜いて、まず高いな。これ、腰ひねっても分かるか。ここで、ここまで来たな、これが、手が。抜けない。とこうで。それを生やしたら、スッとこうなる。それが一つ。声帯から半身。またね、声帯まで、ギリギリに抜いて、あとさやばなのときちょっと押す。で、こちらは手首を使う。さあ、それで次。高さによって抜く方向が違う。例えば、五代さんの頭、近年、僕と同身長ぐらいやから。45度。いいか、整体で45度へ抜いて、声帯で45度抜いて、ダバダバダバ。けど、皆さんみたいに背の高い人やったら、これ、45度へ抜いて、こうやってやったら顔を切ること。だから、45度と90度と、90度垂直かな。その間ぐらいに抜いて、こうやってやったらちょっと頭切ること。ああいうふうに線とかに皆さんやったら、90度、じゃないわ、45度と90度の間ぐらい抜いて、ここで腰をひねりながら回転。ちょうどいい。そういうふうに、高さによって抜いていく方向は違う。ああいうふうに高かったら、45度と90度の間。で、五台さんぐらいやったら、45度で抜いていって、で、五代さんのこっちやったらここら辺やから、もう45度と0度との間で、高さによって抜いていく方向が違う。また、抜いてさやばならの瞬間に腰を回転さすぐらいのつもりで折ってほしい。抜きながら腰を回転させない。またな。けど、連続的にやってほしい。だから、スーッとやって、スッと、これ、スッと、ポッと、同時にやってほしい。な、スッと、ポッと。これに、止まったら、さあ、それで、次は間合いを取って、はい。五代さんは、同じ身長だから、何をどうだいな。で、これは、だいたい面を切ってきたときに、こうして、五代さんの面を切るつもりでおる。な。五代さんの面を切るつもりやから、45度ぐらい持てる。はい。45度ぐらいに、シュッと持っていって、あそこをする。で、これは、斜め切りである。こういうふうに切りたい。な。で、ずーっとやっとったら、そうって
教育中心点の前になるようにされてほしい。相手に遅れてこう当たる時もあるけれども、こう当たる時はこう当たる時のまたやり方があるけれど、一応早く蹴る。だから最後に早く蹴る人はパッとこいつ、いいか、早く蹴る。でさーっと当たる、その早く蹴る、さー当たる、そう、はい、当たる、下がる、当たる、下がる、こんだけ、ね、はい、当たる、下がる。で、皆さんがそこで足幅広い、僕の足幅を見ていただき、はい、軽さ、軽さ、これこのぐらいに、で、それで、サッと抜きます。で、両方方向に、サッ。で、両方方向に、サッ。で、両方方向に、サッ。で、ここが上がってる。で、ここで球がそこをついて、また目をついたら、ここが上がってる。ここが上がってる。緑のが狙ったら一番いい。そう、出す、出す、語ってる時に五代さんも2歩目を打って前へ出てきようからな、僕も前へ出ていく、それと両方の前へ出ていくのを合わせて接近しようから、非常に早く接近する。行政さんいらんでいいな、そう、出す、これは半身半身片手抜きやがる、ずーこっち、こっち、こっち、はい、ずーこっち、こっち、ずーこっち。さあ、それで下がって出る。今片手抜きやったら半身、下がって半身、出て半身、もろ手突きやったら下がって半身、出て正体、もろ手、はい、ぐーすっ、出て正体な、はい、ぐーすっ、出たと正体、ぐー出たと正体、ぐーすっ、出た出たとき正体というふうにしてほしい。で、何回も言うけど、足をそんな広したらなんと、皆さんのは広すぎる。な、硬すぎる。だから、足が固まったら上まで固まるから、どこもあんまり近づいてない。はい。足も狭い。はい、足も狭い。ということで。なんか足が狭い、狭い、うう、狭い、狭い、ということでいい。わかった。で、遅れてばい、はい、先生、わざと遅れる、うん、おう、おう、来ないな、な、遅れて、早かったら、ただこう見てる、これより下を取ってこうなって、遅れたらこれ交差する、これ交差させてみる。皆さん、ここだったらこう来よう、僕の斜め、すると五代さんの方向は変わっていく、もちろん僕も、はい、わざと遅れてこうだ、またこうなる、こうなったらそのままそのままということになる。はい、ちょっと遅れ、遅れではあるけど、ずーっと、ずーっと、ずーっと、遅れたもの、ずーっと、遅れた場合、突くんと、ホテルくんと両方ある。
まあ、どちらかというとホテル給料つく方が早いと思ってるんだけどな。だからこれで合コンが来て遅れたという方法もある。この時は予定やから正体になる、はい、遅れた正体になる、あるいは、はい、遅れた正体になる、はい、遅れた正体になるというふうになっていたり、片続きの場合は半身のままであるとき、両手突きや両手のコテは正体である。それを早くしたらちょっと遅れて、はい、はい、すごいな、あるいは、うん、ああ、目打ってしまった、別のことしてしまった、はい、はい、こういうふうにやったらいいと思う。それで今までを一歩二歩三歩でこうやってやっとったやつはあんまり遅すぎる、大きすぎる、であれだけやってたの、あれがやれ、あれだけなろうとな、お田さん、あれやったら勝てる思ったな。それしか知らないから。だけど、勝てない。なんか普段でもさ、自分でやったら、はい、自分でやったら、ずーっと、おーって感じだよな。今、別のとこさせたけど。すごいな。自分で言ったら、うわあかん。何をしたらあかん。このまま実装とあかん。要するにやり始めたら間違うとってもいいから続けるに。あ、これ間違うと思ったら来ない。間違うとも続ける。